フレンチドア冷蔵庫で着替える？着替えません。何に着替えるんでしょうか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。せっかくのライオネルの誕生日、めっちゃ雨やん超雨やん。アイナさんへ、先日はありがとうございました。お礼に仕立て屋クーポンをお送りしますね。仕立て屋で3000メル以内のアイテムと交換できますよ。よかったら使ってください。ことのより。これはぜひぜひ交換しに行こう、きっちりと。まあいつもね、それだけじゃ収まらんねやけど。そしてライオネルの誕生日プレゼントも用意しとるけん、いかんのおるし。あら、こんにちは。よ、世間話でも。今日みたいな日はカラオケをするのもいいかもしれませんね。よ、ルーシー、カラオケとかするんや。ちょっと意外ちょっと意外。カラオケ久々に行きたいな。ほんと？ライオネルの、みんな集まっているのだろうか。お邪魔します。あれ、開かんかった。なんか結構みんな外におるんやけど、ライオネルの家には誰が集まってんだ？あ、カジロウ。アイナくん、ようこそ。ライオネルのバースデーパーティーへ、まさしく。なんかこのね、この誕生日パーティーのために家具をわざわざ片付けるやん、みんな。で、その片付けた後に、どういう感じの飾り付けをしとるんかとか、逆に何をこう置かれとんかとかいうのもすごい気になるんよね。なんかいつもと服装違うね。ベスト着とる。かわいい。今日は張り切ってホストを務めさせてもらうよ、まさしく。さて、バースデーといえば、やっぱりプレゼント。君が僕のために何をくれるのか。期待していないといえば嘘になるね。ここはじらさずに、プリーズ。あげるよ。はい、ちゃんと用意してるからね。なんだろう、この重みは。早速開けてみるね。そんな重い服入れてないよ、私。アメージング。王様の服じゃないか。こんなに高価なもの、本当にもらってもいいのかい？まさしく。高価なの？高価だったっけ？普通に買った気がするんだけど。サンキュー、アイナくん。今日は僕にとって最高のバースデーだ。まさしく。いいね、なんか鼻歌歌い出したわ。よ、夢見たんだな。ライオネルの誕生日会。よし、これで役者も揃ったことだし、俺たちでライオネルのやつを盛大に祝ってやろうぜ。き。この ランプって置いとったっけ？誕生日用に飾られとんかな？あと、この、ソファーと、緑ね。てか、ライオネルが被ったらこの帽子ってこんなちっちゃく見えるんやね。今日はわざわざ会いに来てくれてありがとう、アイナくん。君のおかげで、今日はとてもいい思い出になりそうだよ、まさしく。よかったよ。ごめんね、私が消したろうそく。ライオネルのやつ、あんなに喜んでくれるんだったら、毎日も祝ってやりていくらいだぜ。き。毎日、それは多分ね、途中から感謝がなくなると思う。今日で何歳になったのか？それを聞くのは野暮ってものさ。そもそもライオンに年齢を聞くのは失礼だよ、まさしく。何その女性に年齢を聞くのは失礼みたいな感じ。ライオンに年齢聞くの失礼だったんだ、知らなかったわ。でっけえバースデーケーキだよな。ライオネルのやつ、あれを一人で食うつもりかね。これは甘いもんはあんまりだから、想像するのはやめた方が良さそうだ。き。一人で食べるつもり？これ取り分け用の皿じゃないの？違うんすか？まさかの。まあ、楽しそうでよかったよ。たくさんの仲間にお祝いしてもらえて、僕は幸せ者だよ、まさしく。ね、よかったね、なんか。嬉しそうで。そのうち王様の服を着てくれることを願ってるわ。あ、アイナくん。帰る前にこれだけは言わせてほしい。まさしく。一年に一度しかない特別な日を、君と一緒に過ごして嬉しかったよ。それから、プレゼントもありがとう。いえいえ。もっとみんないっぱい集まってあげてよ。ね、お出かけはしてるけど。かわいいね、なんか。てか、色味、全体的に色味が統一されとる。私があげたオーバーオールも含めて。やっほー、アイナくん。声をかけてくれてありがとうです。おしゃべりしよう。雨の間ともいいけど、早く病んでくれなきゃ、体がふやけちゃうようです。お風呂に入りすぎたみたいな感じ。小さいな。元気出してくぞ、の心。こんな日も虫取りっすか。お話ししよう。トレーニングの後に腰に手を当てて、プロテインを飲むのがお気に入りなんだ。この一杯のために生きてる気がするぞ。お風呂上がりの一杯。
プロテインでするんですね。あ、雨の日でも虫はおるんやな、普通に。うんうん。さあ、ちょっとシャンク。何かいいものはあるかい？いらっしゃい。ゆっくり見てってくれよ。とんがりブーツ。なんか可愛いような気がしなくもない。しなくもない。ガーター付きストッキング。なんか微妙やな。なんかこういう柄のエコバッグよくあるよね。ピエロの靴。とんがりブーツ。とんがりブーツ買おうかな。いや、ちょっと。服を見に行こう。服用のお金がなくなるかもしれない。いや、下ろせばいいだけなんやけどね。お、なんか豪華なドレスがあった。どうもー。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。あのドレスは持ってないドレスかな？それとも色が違うんかな？試着室を使いたいのね。どうぞー。あら、お客さん。仕立てはクーポン持ってはるんですね。3000ベル以内の商品なら、1点無料で引き換えられますよ。ぜひ使ってくださいね。なんかね、こう、自分家のクローゼットの中とかに持っとる商品はなんか、マークつけて分かりやすくしてほしくない？私さ、忘れてダブることがちょいちょいあるんよね。セニョリータなどです。持ってないわ。名前持ってないわ。農業帽。めっちゃカラフルですね。超カラフルっすね。どうしよっかなー。迷彩パンツ、これかっこいい赤いやつ。エスニックワンピ。エスニックワンピかわいい。私なんか、この色持っとったんやっけ？黄緑。ん？こっちか？どうしよっかなー。セニョリータなドレス。とりあえず。これ、あれやん。引き換え券、仕立て屋クーポンでいけるやん。ってことで。あとは、これはあれやね。帽子。つばひろストローハット。黒の方がしまって見えるかな。あとは、食べこぼし。何かと思ったでしょ。まあ、こんな感じ。でも、ストローハット、どうかな？普通にあの女優帽みたいなやつの方がいいかな？とりあえずこれだけにしとこう。買っちゃいまーす。ちょっと小物がめちゃくちゃ合っていない。ちょいと待ってね。外して。で、これもちょっと家でパンプスに履き替えてこようっと。あと、パーティーバッグみたいな方がいいよね。よし。こんな雨の中、ドレスを。まあ、でも、クーポンで引き換えられるドレスやけんね。そんなに高級でもない。よし。それじゃあ、ちょっと。裸足やけんかな？ペタペタ言えるなんか。ちゃんとそういうとこ、音とかも変わるもの？木製クローゼットで着替えまーす。まず、このセニョリータのドレスは基本として、あ、どうしよう。リボン。いやー、でもなー。あれは？帽子。あれ？エレガント。女優帽じゃなかったわ。あー、でもやっぱ、エレガント。黒の方が合うね。あ、なんかこのパーティーハットいいかも。え、パーティーハットちょっと合うかもしれない。これにしとこうって私。あ、純白のパンプス。こんな感じでいいかな。え、でもどうやろう。エナメルのパンプス。まあ、見えんねえけどさ、ほぼ。こっちにしとこ。んで？パーティーバッグの色は、こっちかなぁ。これにしよう。じゃ、これで、浮かれたパーティーだな。でも動いたらそんなに帽子似合ってないような気もしてきたけど、まあいいや。あ、ちなみにね、今2階がさ、じゃーん、こんな感じ。めっちゃなんか引いてっとるけど、
まあ、暗くなってから寝るけん大丈夫か。こんな感じ。ね、なんかちょっとおしゃれなお父さんみたいな感じの部屋にしてみた。なんとなく。良さげじゃない？おしゃれなお父さんでちょっとお金持ってそうな感じ。よき。こう見たらなんかね、奥のイベント部屋、めっちゃなんかどっちらかった感じよね。早く地下室が欲しいわ、地下室。地下室作ったらどうしよっかな。お風呂とかにしよっか。お風呂とトイレ。なんかよく、他の人の島で見かける感じ。メッセージボトル。僕の知らない君へ。昨日島の中を散歩しながら DIY に材料を集めてたら素敵なレシピを思いついたんだ。誰かに自慢したかったから作り方を一緒に入れたよ。よかったら君も作ってみてね。大発明家のニコ版より、お、ニコ版。マトリョーシカ。マトリョーシカもなんかいろんな色があるんかな。マトリョーシカ、マトリョーシカ。お、これや。あれやんね、ツンドラさんの家にあったよね。ちょ、帽子邪魔やな、外しとこうっと。いらんような気がしてきた。どうしよっかな、その代わりに。花をつけておこうかなと思ったんやけど。どの花が合いそう？これにしよっか。白いパンジー。かわいい。かわいい。よき。みんな家にはいないんすか？ちょちょ。いいね。手軽にその辺で、その辺で花を摘んで、飾るという。あら、こんにちは、ダフン。世間話でも。アイナさんは今日どんな風にお過ごしなんでしょうか？すごく興味があります、ダフン。今日はね、お姫様ごっこしてます、私。ふふ。お姫様ごっこ。動物たちは靴とかは履いてくれんのかな？コックさんの服が似合いそうな子って誰かおる？特におらんかな。おらんかな。ハンナちゃん、お邪魔します。あ、なんか作りよった。どうも。どうしたのさあいな、うちになんか用事だったのかい？だってね。何してるの？何ってあんた、リンゴのテレビを作ってるのさ。リンゴのテレビは持ってるな。なんなら飾ってるような気がするぞ。一階の真ん中の部屋に。知ってる知ってる。作ってる。え、だってあれやんね、一番最初のあの、3軒家作るときに、あったことない？指示の中に。え、もしかして、島によってそれも違ったりとかする？作らされた家具。いやとしたら面白いね、なんか。なんかあの、いろいろと微妙に違うみたいやけんさ。あ、そっか、仕立て屋クーポンだけで済んどんか。こっちじゃないわ。お金が減ってないなと思ったら。どうもー。いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店、ようこそ、ようこそ。これは？なにこれ、冷蔵庫？そちらの商品はフレンチドア冷蔵庫でございます、ねえ、あれなに？なんかセンサーみたいなの？なんなんやろ、あれ。え、6万ベル。足りない。でも、このサイズでかいかな。でかいかな。まあ、とりあえず。ありがとうございました。足りてないよね。1万ベルぐらいしか持ってなかったよな、私多分。11万じゃないよね。なんか二人して、同じ動きしより可愛い。さあ、ってことでちょっとお金を、下ろしときます、私。ATM。ここから？あ、ローン全部払える。払えるというのに、引き出していきます、私。7万ベルほど引き出そうと。あー、また足りない。また足りない。あとちょっとだというのに。
あ、それじゃあちょっとフレンチドア冷蔵庫。フレンチドアってどういうこと？あの開き方？フランスの冷蔵庫はああいう感じってこと？そういうことじゃないんかな。あら、こんなところで会うなんて奇遇じゃない？だってば。お話ししよう。あら、私？今日は自分へのご褒美をね、ちょっと見に来たのよ。だってば。ライオネルにもなんかあげてよ。そちらの商品はフレンチドア冷蔵庫でございます。お値段は6万ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買っちゃいます。毎度ありがとうございます。6万ベル間違いなく頂戴しました。やったね。いい冷蔵庫をゲットしてしまったぜ。今ある冷蔵庫が多分黒かったんじゃないかな。ちょっとね、周りの色に合わんかなと思いよったけん、ちょうどいいかも。白かったわ。普通に白かったわ。ちょっとでかくなるよね、やっぱり。ちょっと待ってね。ここに置くとしたら、フレンチドア、これやね。あれ？幅変わらんねやね。上がちょっと高くなったんかな？どう？前のと今の。なんか自分家に置いた途端に、そんなにオシャレじゃなく見えてきたんやけど。だって、普通の冷蔵庫が。あ、全然大きさ違う。びっくりするぐらい大きさ違った。これ両開きってこと？おー、すごーい。フレンチドア冷蔵庫で着替える？着替えません。何に着替えるんでしょうか。ちょ、待ってね。キッチンスケールを、こっから上に置ける？え、下に行った。下に行った。ちょっと待って。上に置きましょう。この上には置けんのか。置けない。まさかの。置けないんすか。置けない。キッチンスケールが置けなくなった。つらーい。なんてこと。大きくなったけん置けんくなってしまったんか。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。どうなんかな？なんか小さくてちまっとしとった方の冷蔵庫の方が可愛かった？置いた感じ。部屋に合う感じ。